諸君は家族のために自分を犠牲にすることができるだろうか。今から500年ほど前、ヨーロッパ東南部に位置するバルカン半島の国アルバニア、この国のとある町で葬儀が行われていた。どうしてうちの息子が。息子を失った母親が棺にすがりつきむせび泣いている。だがそんな母親をよそに周りの親族たちの関心は他に向いていたんだ。血の復讐でしょ。そうよ、このままじゃ一家離散よ。血の復讐とは、殺人が起きた時、被害者側が加害者側の親族を殺してもいいという風習だ。そんな風習に巻き込まれ、息子の命を奪われた母親はゆらりと立ち上がると、そばで見守っていた娘に声をかけた。お願い、家族のために男になってちょうだい。ミッドナイトムーン、プレゼンテッドバイアルゴミトリ。マダモアゼウ、つけ照らす声も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣で、そう言うの。闇人形の闇りですわ。一番好きな角刈りは仁義なき戦いの菅原文太ですわよ。うん、仁義の菅文は角刈り界の帝王と呼んでも過言ではないからね。さすが剣、分かってますわ。さて、こよい話するのは、家族のために男性として生涯を送るブルネシャと呼ばれる女性たちについて。彼女たちがどうして男性として生きねばならなかったのか。そこには現代では考えられないような男尊女卑の思想があったんだぞ。言うの。男として生きる女性。遡ること約60年前、バルカン半島中部に位置するコソボ。当時17歳のダイアナ・パキピは学校でも評判の美人だった。ダイアナ、きっとあなたならミス・ユニバースだって夢じゃないわ。もうからかわないでよ、また明日ね。友人の冗談と分かっていても褒められるのは嬉しいもの。楽しげに笑いながら自慢の長い黒髪を揺らして帰宅した。ダイアナは母親と姉2人、女4人で暮らしていた。父親は軍人で国境付近に単身赴任していたそうだ。ただいま。元気よく帰ってきたダイアナを迎え入れたのは母親。そこに座りなさい。だがどういうわけか空気は重苦しく、2人の姉の姿も見えない。ダイアナは怯えながらも言われるままにダイニングの席に座った。大事なお願いがあるの。何？一体何を怒られるのかと心当たりだらけだったダイアナは不安そうな面持ちで続く言葉を待った。白く透き通った肌、ツヤツヤの黒い髪、どこをとっても美しい娘。そんなダイアナに母親は重苦しく口を開いたんだ。家族のために男になってほしいの。なんで突然そんな話になるんですの？もしかしてダイアナは男性になりたいと思っている方でしたの？お母様はその思いに気づいて？いや、ダイアナは体も性自認も女性だった。だからヤミリ君の説ならただの勘違いということになるね。しかしダイアナは予想外の行動に出るんだ。母親から男になってほしいと言われた翌日、ダイアナの姿は村の長老たちの前にあった。しかしその姿は前日に母親と話していた時とは違う。長く伸ばしていた髪は耳が見えるまで短く切り揃えられ、目は真っ赤に腫れている。ダイアナ、本当にいいんだね。最後の確認だと言わんばかりに長老たちは尋ねた。その言葉にダイアナは一瞬固まってしまったが、ギュッと拳を握りしめこう宣言したんだ。私、男になります。こうしてダイアナ・パキピは17歳で男性として生きる道を選んだ。それから十数年後のこと、イタリアとの国境にある入国管理局で警備員がある人物の入国を拒否しようとしていた。おじいちゃん、偽物のパスポートはダメだよ。警備員が持っているのは男性にしか見えない老紳士が提出したパスポート。確かに写真は本人だが、問題は性別の欄に記載されている女性の文字。このパスポートを偽造だと見た警備員は警察に通報しようと考えた。だが次の老紳士の言葉に警備員は硬直することになった。私はダイアナ・パキピ、ブルネシャだ。警備員はピッと背筋を正すと慌てて入国手続きを行ったんだ。ダイアナ、あれからずっと男性として暮らしてましたのね。でもどうしてごくごく普通の女の子だったのに男性にならないといけないんですの？ダイアナは自分から望んで男性になったわけではないんだ。まだ17歳の少女が自分の性別を変えるという決断をした理由、その背景にはこの地域特有のある伝統があったんだぞ。言うの。カヌンの決まり。ダイアナが生まれたコソボやアルバニアには昔からカヌンという伝統があった。カヌンとは15世紀頃にアルバニア北部を支配していた貴族レケ・ドゥカジニがまとめた法典をもとに各地域の長老たちによって伝えられてきたものだ。そしてブルネシャが始まったのは16世紀頃だと言われ、このカヌンの教えの中から発展したものだという。17歳の少女がある日を境に男性として生きねばならなかったのはなぜか。その理由を探るためにもここではカヌンで定められた決まり事の一部を紹介しよう。一家の中心は父親と息子である。妻、娘を含めた女性は一家の所有物とみなす。女性は喫煙、飲酒、政治への参加、歌唱、広場での集会などを禁止する。まるで女性を物のように扱う文言に驚くミッドナイト諸君も多いだろう。しかし他にもこんな文言まであるんだ。
結婚した女は夫の家にいる限り死ぬまで耐え忍ぶズタ袋である。現代では考えられない女性蔑視の極みのようだ。そしてこのカヌンの定める相続の項目が今回の問題点だ。もちろん女性への相続は認められていない。そのため夫の死後、通常なら妻に渡るはずの財産は息子に渡ることになる。だが息子のいない家庭で夫が亡くなった場合、財産は夫の親族が相続する。そうなると残された女性たちは家や農地など全ての財産が奪われてしまうんだ。その子は実家に戻って傷者として一生を終えるか、もしくは夫の家に残って奴隷のように生きていくか、どちらかだ。いずれにしても辛い人生を歩むことになることに変わりはない。だが一つだけ家族内の女性に相続させるための抜け穴があった。それが性別を変えて男として生きる道、ブルネシャだったんだ。なんてひどい話ですの。最近レトロな方が逆に映えるみたいな流行がありますけど、こんな昭和感満載の男尊女卑まで持ってこなくていいですわ。イヤミニ君落ち着いて。でも親戚の男性が奥さんの代わりに相続してあげるっていうのはダメだったのかしら。そうすれば奥さんや娘さんたちも元の生活を続けられますのに。そうなるのが理想だけどね。だがこの相続のルールに振り回されたのは女性たちだけではない。相続を受ける夫の親族たちもさらなるトラブルへと巻き込まれてしまうんだぞ。言うの血の復讐。恨むならお前の一族を恨みな。今から500年以上前の15世紀頃、穏やかな昼盛りの市場に女性の悲鳴が響いた。突如現れた男によってまだ歩き始めたばかりの幼い息子を刺し殺されたんだ。しかしどういうわけか野獣馬たちは誰も騒いだり男を取り押さえようとしなかった。しばらくすると子供を殺した男は村長を連れて現場に戻ってきた。村長さん、これでトントンチャラってことでいいよな。わかった、これでなかったことにしよう。村長の言葉に満足そうにうなずいた男はその場を去ってしまった。そして野獣馬たちも悲しむ母親を横目に一人また一人といつもの生活に戻っていくんだ。そんな中男の背を見送った村長が母親に声をかけた。すまないね、だが我慢しておくれ。これも血の復讐だ。血の復讐とはカヌンが定める殺人に殺人で報いる復讐の方法。簡単に説明すると、殺人事件の被害者家族は殺された人数と同じだけ加害者本人とその一族を殺害してもいいというものだ。一体なぜこんな復讐が許されているのか、そこにはブルネ社と同じくカヌンが定める相続のルールが関係している。先ほども説明したが、息子のいない家庭の財産は父親の親族へと相続される。だが誰が相続するかでその中でも争いが起きてしまうんだ。話し合いで解決すればよいが、場合によっては血で血を洗うような生産そんな相続争いに発展することも少なくなかった。中には村同士で戦争になるようなこともあったという。そこで考えられたのが血の復讐だった。殺された人数と同じ数までなら被害者一族が復讐として殺しても良いと規律で定めることによって争いの激化を抑えようとしたわけだ。そしてこの血の復讐によってブルネシャになる女性が増えることになったんだ。まだ幼い子供まで殺す必要ないんじゃないですの。家族を殺されて恨む気持ちはわかるが、あまりに乱暴すぎる決まりだよね。あっちが殺したからこっちも殺すなんてやっていたらどんどん人がいなくなりそうだけど、浅ましい人間どもはそのあたりちゃんとお考えなのかしら。少なくともこのカヌンを作った人たちはそこまで考えていなかったのかもしれないね。次々に男性たちが殺されて取り残されていく女性たちは窮地ともいえるこの状況である覚悟を決めるんだぞ。ブルネシャの始まり。血の復讐では被害者の人数を揃えることで争いを終結させるとした。だがその復讐対象のカウント方法は男性が1人分で女性が 0.5 人分。つまり女性を2人殺さないと男性1人分にならないんだ。そのため復讐対象になるのは男性がほとんどだった。こうして争いが起きるたびに男性が減り、至るところで新たな相続問題が発生してしまう。そこで立ち上がったのが残された女性たちだ。ある日村長たちの寄り合いの場に数人の女性たちが現れた。村長、これから私たちを男性として扱ってください。そう声を上げるのは皆父や夫を亡くし路頭に迷う寸前の女性たち。もちろん村長たちもその申し出をすぐに受け入れることはできなかった。だがカヌンによって定められた相続のルールと血の復讐によって村にいる男性がかなり少なくなっているのもまた事実。もしも彼女たちが男性として財産を相続すればこれ以上の争いを避けられるはずだ。短く切られた髪に男性用ズボン、カヌンで禁止されているタバコまで加えた女性たち、その姿に村長たちも覚悟を決めた。わかった、それなら生涯男として生きると誓いなさい。こうしてブルネシャが誕生したんだ。家族のために性別を変えるなんてブルネシャたちは幸せだったのかしら。そればっかりは本人たちにしかわからないかな。だけどそもそも女性の権利が皆無というほど認められていなかった社会において男性として生きるということはそれなりのメリットもあったんだ。
村長たちの前で宣誓することによってブルネジャとなった女性たち、彼女たちには様々な自由が許された。相続だけではなく、女性には禁止されていた喫煙や飲酒も許され、職業を選ぶ自由も与えられたんだ。そして最後にもう一つ驚くべき事実がある。実は現代でもブルネ社は40人から数百人ほど存在しているそうだ。いや、数字ざっくりすぎやろと思ったミッドナイトもいるだろう。数字が曖昧なのはカヌンにはこんな定めがあるからだ。ブルネ社の存在を明らかにしようとする者は何人たりとも死刑とする。だから今でも自分がブルネシャだということを隠してひっそりと暮らしている人も多いんだ。中には死刑なんてならないからとダイアナのようにメディアに出て自らの体験を語る人もいる。イミルジェもその一人だ。丸刈りにした頭にデニム姿のイミルジェがブルネシャになったのは家族のためではない。彼女が求めたものは自由。イミルジェはこう語っている。俺はただ実家の農場でゆっくり生活したかっただけなんだ。彼女が生まれたのはアルバニア北部にある山間部。ここには今でも女性には結婚が強要されるし、職業などの自由はない。だからこの土地で自由を得るにはブルネシャとして生きるしかなかったんだ。まだまだアルバニア周辺の地域にはこういった男尊女卑の習慣が残っている。そのため職業や将来のためにブルネシャになるという選択肢はまだ失われていない。血の復讐や男尊女卑の考え方が残る限りブルネシャは存在し続けるだろう。この状況はミッドナイト諸君の目にどう映るだろうか。よければコメントで教えてくれたまえ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。